はい、えー。それではですね、えー。本日の動画。2022年合格を目指す、便利士論文試験全部、ルゼミスペシャル、10月4日開講、!19 時から22時の、えー、紹介動画だね。歴戦人講師、宮口聡がお送りいたします。はい。私が宮口聡です。よろしくお願いします。はい。 皆さんの合格を祈って、ネクタイも、マスクもマスク、ね合格マスクでございます。ねほら、合格マスクに、合格ネクタイ。丸も、ほら、まだね、これから結果出るでしょうから、白目です。どうですかいこの意気込み。えはい。え、7か月間じっくり指導。 宮口安西の最強タッグがであ合格できる論文のかかとを徹底指導する「論文特訓ゼミナール」ということですねあのまあ一番の特徴ですよね2人組で、えー、ゼミやってるものはあこの「エルゼミスペシャル」を除いて、えー、ございませんまあそこは確かにあの一番の特徴だと思いますよね ええ、本ゼミの申し込み、ウェブエントリー必要ですけん、あの9月21日、火曜日13時までね、うんえーと、エントリー方法、ゼミの詳細、合格者返金制度はこちらかああね。大丈夫よ、合格者返金制度もあるからよ、あの受かってました、脱退します、も OK だからね。 うんまあ、ぜ全部は戻ってこないのかもしれんけどねほら出た分だけはあの戻ってこないかもしれんけどね、うん、はいで、えーっとね、あの私の特徴はね、まあ、あの安西先生も紹介するから、まあ、とりあえず俺のところをなあ,のあれしてみようかあレッスンを学んで短く書いて高得点を取るそうです私の指導方針短く書いて高得点を取るというね あのー、私の方針はもう一貫してこれですわ、えー、皆さんがお勧めの会社や事務所におけるできる人の文章を、ね、思い出してくださいできる人の文章ほど例外なく説明短いはずですよ、えー、思い出してくださいで弁理士試験の一発合格者の答案も短いですわ本ゼミでは読み手にポイントがつか伝わりやすいあ簡潔な合格答案の書き方を伝授しますレッスン2 一行問題にも強くなる現場で考えてなんとかなる事例問題とは異なる一行問題は知らなかったら終わりですまた勉強歴の浅い人ほど一行問題に弱いものです本ゼミでは一行問題テキストミアレジこれはねあのこういうやつですねミ,ミアレジほら、ね、これ去年の生徒が生徒さん使ったやつはいでほら一行問題ね素晴らしいですランクもついてますほら AB ランク E、ランクあこれ全部 C, あ C ランク A ランクもあるからねちゃんとほらやっぱほら保証金請求権の趣旨なんてねもう皆さんでも分かるけど A ランクだわなこれね口実にも使えますよねこのタイプだとねそうこれだからよ論文にも使えるし口実にも使えるというね優れもんですわうえい分厚いでしょほらもうねこのぐらい気合が入っちょるとえい気合入りマクロリン展開って感じですねうえい そして、あの、あ,あ、そうね、書いてるねほら。見やれジを駆使し、一応問題に対する苦手意識を払拭します。副次的な効果として、口実対策になるわね。レッスン3。前半は肩、後半はあ現場思考力を重視。本ゼミ前半では、答案は一度復習して、完成度を高めてから提出してもらいます。つまり、例えば今日あ書いたとするね、今日出す必要ありません。来週書いて出してください。ね。紙出し、渡しますからね。 それを私があー添削しフィ,ードフィードバックすることにより合格答あの方をあ着実に身につけてくださいね。いわれ、すぐ書いて出してもいいんだけど、だめだめ答案出してあの採点してもらっても、そのだめだめ答案が身につくだけですわ。だから前半はよ、ね、あの授業を聞いてあの失敗を踏まえてあこう書かないかん、あ書かないかんということを学んだ上で、えー、あの完成度の高い答案出してくださいね。うん、それでもあの なかなか満点取れなかったりするからね満点中いか合格点、はい、後半の私が担当する会はその場で書いた答案その場で提出してもらいますその場で答案その場で提出覚えてくださいねで本番に近い形で実施し到達度を確認するのが狙いですもちろんブレることなく短く書いて高得点を取るため の添削しますねだからね長く書いたからいい点取れるとは限らないよ俺の採点はね短く書いてもすっげえいい点が取れる場合があります、はい、あとあのまあね「エルゼミスペシャルもあ」もの他の「エルゼミ」もレジュメ共通してるんですよ解説のうんで,で解説はね真面目な解説書いてますんでまあ、それはあのまあいい,いいことだと思うんだけどねまあ俺はほらあの基本的に短く書いて高得点を取るというそういうところに特化しますんでねあの まあ、あのそうはな、これはもうちょっと我慢、ね、ならねえわっていうぐらい長い答案だったら俺がもう自分で書き直すから、うん、であとはね、まあ、レックの答案だけどちょっとこことはそことそどこそこを省略すればねこ、うん、ちょうどいい感じになるなと思う場合にはもう,もうレックの,そのレジュメをベースにあのどんどん削除していく感じで指導するああ、これいらない、あれいらない、それいらないという感じだからこれ、ね、要するにあの体脂肪率一桁台のね もうあのぶよぶよ答案から引き締まった答案にねしていきますから、えー、ボディメイクと一緒でねうんちょっと俺もそれ目指さないかな体脂肪率2桁台だからね一応ね俺はっていうかみんなそうでしょ <laughs> 3桁だったらもうちょっとまずいですよそれ、えー、さあそれでねあとはまああとはあの安西先生は自分でねあの特徴を言ってくれると思うんでね「うん、エルゼミスペシャル」のさらなる万全フォロー 講師がああのほとんどいるからね俺ねうんまああの何かあったら気軽に、えー、相談してください俺が大概いるからねうんここか事務所にいますからあのあれですよあの呼んでくれるからあのスタッフが俺に電話してわからない箇所は即座に解消し学習を滞らせませんそうそこは魅力やねいつも俺対応するからゼミ実シ以外もあのどちらかいますからね刑事ドラマ「相棒」ああ 刑事ドラマ相棒ななんだよそそれに負けないほどの絶妙コンビそうね刑事ドラマ相棒と同じぐらいの歴史があるんじゃないいやいやそりゃ向こうの方が上だろうけどね、ええ、でも俺ね刑事ドラマ相棒水谷豊とあの寺脇っていうあの俳優さんいたいでしょそのコンビが一番良かったねうんなんとか巡査部長の頃、うん、ちょっと忘れたけどねなんかこう熱い熱血感みたいな感じよなっ、うん 相棒好きですね、うん、刑事ドラマではね G メン75も好きだけどねいや先生そんな話はいいんですよ確かにそんな話をしてる場合じゃねえんだよ山手山あてああ大体ねそうねまあとていうかそのゼミで出す問題がもうやっぱり山手的なところあの直前になればなるほどそういう色彩になるから 前半はねあそんな山手てとか関係なく出しますけどね型を身につけてほしいからねあ自主勉強会ねそうね、まあ、担当受験者でも安心してゼミに参加しださい統率力のある担当リーダーがこれはねちょっとねあのー、ほら今コロナだからあのー、ちょっとまあ率先してやってくれっていう感じじゃない。うん、あのやっぱりこう ね、コロナにかかってほしくないし私もあのかかりたくないし絶対かからないようにしてるし、うん、これはちょっとね、まあ、さておきだなこれ,これはごめんなさいこれはちょっとあの、まあ、日本世界からコロナがなくなればわどんどんやってくれって言いたいんだけどねちょっとこれはねあのどんどんやってくれっていうわけにはいかない実習勉強会あの Zoom とかも今あそうそう Zoom でねあの実習勉強会やってるチームあるわ、うん、だからも,もしそういうのができるんだったらね あのそれだったらいいよ、なんかこう集まって、現場に集まってやるっていうのはよくない、今、なあの一応、ほら、今、緊急事態宣言も出てるしな、うん、でも、ズームやったらいいじゃん、ズームで、家でもできるし、どこでもそこでも、な、はい、で、なんで、これ、あこれか、これはちょっとね、ちょっとこれあの、この2つはちょっと三角だよねじゃあのあの、現場に集まるタイプはちょっとね、あの三角だよ。 うん、これもあの、絶対本当ですすしてます俺が、うん、これもまあ、ね、あの直前になればなるほどそういう傾向になっていますからね、これはちょっと、ね、お約束できない、ごめん、うん、交流会、ちょっとまずいわ、これ、ね。そうでしょ、交流会やってさ、えー、クラスターがと、東京リーガルマインドのあるゼミでクラスターが発生いたしましたなんてね、ニュースが出た暁にはまずいですからね。うん、でもも、ね、これも、ね、あ,のある意味 ズーム飲みっていうのは、とたるんだよ、試しに。あ,あ、あの盛り上がったよ、まあまあ。うん、ただね、人数。人数十人ぐらいがいいかな、いろんな人と喋れて。うん、たくたくさんいるとね。なんかこう、みんなと喋れないんだよね、やっぱなんだかんだ言ってね。はい。えー、でも、あのゼミは、さ、さ、五十人ぐらい来てもいいからね。いいですよ。もうどんとこいだ。うん。 うん、それでまあ,あのほら見てくれ俺が俺ね結構あのー、最初の、えー、最初の8か俺が連続でやるからねうん基礎固めやほら俺が推奨する型を身につけてほしいんでねそうそうそう俺が作るよこれ責任持ってああ、うん、難易度うんそうね低いというか高くはないぐらいにしとこう低いっつったらさよ なんかもうねえ論基礎ぐらいかよと思っちゃうよねそこまで低くないわ高くないって感じうん標準的だよ、うん、であとほらあの下の方安斎先生もね結構あの登場します俺が間を縫うような感じでね谷間を埋めるみたいな感じでで一行問題対策もやるからほら、ね、この一行問題問題集を用いてさやるからなええー、そんな感じだね ええ、値段、こんぐらいです、値段重要だよね、よし、これあの、は平等の観点でね、55ポイントなどの一切の割引が利用できませんので、ええ、ただあの、合格すればあの返金制度もあるからね、うん、ちょっといくらか俺,俺もよく分かりませんの、ね、で、それはちょっと会社に電話してください、あのレックの方に、ねえーっと、レックの電話番号、これですか、53256001。 5, 3, 2, 5, 6, 0, ねよし OK うん,ー OK うーんあと何言っとこうかああの月曜日なんだよこれほら月曜日なんで俺,俺たちのゼミの特徴としてねで月曜日ですかちょっとこれまへんわという人も多いやろうんだからねあのうちらのゼミだけはちょっとあの特別なんですけどフリーだからね月曜日やるっちゅうのは血石ボールラブフォロー

トロフィーカップがあるから、ね、あまず答案練習解説講義を聞く答案見直し何が悪いか分析答案のああだからねまあ答案書くじゃん俺らの解説聞くわなで出しあのー、ほら1週間後に出す一週みあの見直して自分の書いたやつをで1週間後に出すでさらに採点してもらってそれを見て完成度の高いものにしていくそんな感じだね ねエルゼミスペシャルね、これあの、歴史がすげえなげんですよ、さっきも言ったようにね。だからあの、ほら、ぱッ,ッとしなかったら、もう、とっくにね、解散してるはずなんですよ、ね、やってないはずなんですよ、もうすごいな、もうね、数えきれないぐらい、もう10年以上やってるよ、確実に。20年ぐらいやってんじゃないのそ,それは大げさかな、15年ぐらいやってるかな。うん、その一番歴史古いと思いますよ。ええー。 じゃあそろそろあのほら完結答案が売りだからね。うんだから完結なガイダンスにするよ。もう終わるわ俺。ね。完結答案をかけて言ってる手前ガイダンスも簡単にするわ俺。はい。以上で終わります。じゃあちょっとあのコロナ禍にあってマスクした方がいいんでね。最後はマスクで締めたいと思います。それではあ皆さん、あ2020えー、っと2年合格を目指す。 あ論文対策ゼミの L ゼミスペシャルね略して LSPLSP のあーガイダンスの俺バージョンをちょっとやってみましたはいそれでは安斎先生の、えー、ガイダンスも聞いてくださいねあのー、そ,それで、あのーまあ、判断してくださいねもう実績はもう申し分ありませんからうん、ま、毎年多くのね まあ必ず2桁以上出しますからね合格者はい、えー、そんな感じですかねうんあ,、えー、あ,あ,あといいねちょっと俺が言い足りなかったところはあの安西先生が補ってくれるんでねよしじゃあこの辺で終わろうざなよしあこ,これちょっとこれ見といてねこ,これ言うの忘れたちょっと安西先生に言っと方この辺ちょっと見とくようにしって。 ね、合格体験機みたいなの載ってるからねえ OK ーーよーしそれでは皆さんエレズミスペシャル LSP で待ってるよ